皆さんこんにちは、トレーナーの川村玲子です。このターザン8カウントエクササイズは短時間で効果的に体を引き締めるためのエクササイズが集まっています。続けることで効果が出てきますので、皆さん一緒に続けてみましょう。今回はこのペットボトルを使って体を大きく動かしていきましょう。このお腹の斜めのラインを意識しながら動いていくとより効果が上がります。種目はランジのアレンジです。ではやり方から一緒に確認をしましょう。足を揃えて立ったら、片方の肩の上に手を伸ばしてペットボトルを持ち上げます。真上がきつければ少し外側にして構いません。ここから斜めに大きく足を出して、斜めのお腹を意識しながらペットボトルを振り下ろします。横から見るとこのように、左に下ろす場合には右の上腹部から左の下腹部に向かって縮んでいって、そこから股関節が折れ曲がって体がひねられる、このような動きです。そしてここからペットボトルを振り上げながら先ほどの位置に戻ります。これを左右交互に繰り返します。上げたところから斜め前に足を出して、ウエストを絞りながらペットボトルを振り下げる、そして振り上げる、反対にペットボトルを持ってきて、ここから斜めにお腹を使って戻ってくる。しっかりと大きく体を使うことで脂肪を一緒に燃やしていきましょう。皆さんどうでしたか？きつく感じた方も楽に感じた方もいたと思います。楽に感じた方は2セットと言わず3セット4セットたくさん繰り返して体力の限界にトライしてみましょう。またこれできついなと感じた方もいらっしゃると思います。その場合には諦めずに毎日のように頑張って続けてみてください。続けていくことで体力も上がってきます。そしてそのうち2セット余裕でできるようになるはずです。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。